理想が高すぎる、自分に厳しすぎる、諦めが早すぎる、甘いとわがままと、理想と矛盾、呼吸だけが友達、今日もクライアントを殺さなかった、遅いお休み、確かに排除いたしました、強い方だ、参戦感謝いたします。外人のウェブカム動画を見てると、彼女らは高速でディルド等々の異物を出し入れしながらものすごい雄たけびを上げるので、肉体や精神の鍛錬的な修行の記録映像のように思え、とにかく超人的なものすごいことが行われていることにひたすら感動し、検索窓にジャパニーズと打ち込む。アウターとベロの新作に入るゲットクルーブキューブっていう曲は、2枚目のデモン弦のアフターフォーマーに入ってる曲だった。英語多すぎやろ。大容量のファイルを分割しているのを待っていた。高校で放送部だった時、映像の長時間エンコードをボクシング応援するみたいに待ってたことを思い出した。今日も一日が長かったな。いろんなことを考えました。絶対チケット渡さないだろうなと思ってたのに、また渡してしまった。その時、これなんて読むんだったっけ、歴史体だ、歴史体が動いた。NHK つながり。可愛い服を描き続けてると、もうどうしよう、寒くてベッドに入りたい、摂氏薬案、ひどく悔しがること、あー摂氏薬案、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 摂氏薬案のボケ、カンカンガクガク、遠慮なく議論が盛り上がる様。僕はそんなにコンビニに行かないですね、行っても雑誌買うぐらいじゃないですか、でもそんなにカンカンガクガクするなって。瞑想蒸気、明るくてさっぱりした書斎のこと、ボクサーは意外と瞑想蒸気である、むしろ肯定した方がいいのかな、これはこういう、そういう気持ちなのかな、別に否定しないけど、ゆっくり一人になる時間が必要だったんだな、少しずつ頑張ろう。外人の横顔、今年の宮古音楽祭みんな来ないのかな。虚無の裏男、部分下半身、下半身、映画ラバーズキス、意外と楽しいんだ、阿部慎之助いいね、なぜか B' が4曲ぐらいかかる、市川美彦っていうのかな、と宮崎葵の絡みにニヤニヤお休み、邪悪な俳優に印刷後、いくら自分が良い思いするかってやり方で依存させちゃまずいっしょ、自分がさまざまな生活を取り巻く現状に依存してるようにね、ギャグ漫画家うつ病が多い気がする、ギャグ漫画コース、心の病で病院来てもお薬しか処方しない医者と変わらないんじゃ、どんなに好きな作品作っていても嫌だよ、明日は明日の太陽がピカピカやねん、おやすみなさい。11月末で篠の屋が閉店してた。私の京都の生活はここと共にあったので、本当にすごくショック、閉まるまで知らなかった、閉まったどこかで再開してほしい。そういえば昨日のツイートで大作戦と書こうとして、大作作戦と書いてしまっていた。別に入信しなくていいですよ。これはすごいな。作戦はすごい。
寝るときにタワレコーディングス聞くの幸せ。タワレコーディングス。寒くなってやたら聞くザ・ギャラクシーズ・インクルディプリよりフォークシーンが好き。違う違う、東京じゃない。乾燥肌だからいろいろ使って改善したいのだけれど失敗が多い。年末年始に向けダイエットを復活したので、ついでに女子力向上しようと思って評判のフェイスパックを締めた。激痛。あー、顔が赤くなっちゃったよ。わん、アイドルたちを見ていたらなぜか号泣してしまった。完璧に整えられた世界でピエロのように踊らされる彼らが悲しかった。あとキャシャレルの服が可愛すぎた。国際色によって感情が混乱してる。国際色。プロビデンスの S102 をこうたった。今使ってるシールドの10倍以上の値段だ。やば。This is 感情を吐き出すボット浜本。ああ、髪の毛切りに行きたい。ほつれた三つ目なくした靴下。カニの爪の雨危険。岩場のリボン黄色の人差し指。今更だけどセーフティーオーブの超かわいいと思っている。土曜日はワクワク。帽子探しに行きたい。贅沢。せめとも贅沢さら許されない。寂しいばかりで何もできない。嫁の尻に敷かれて嫁が厳しくてさーとか言ってみたいんですよね。彼女が厳しくてさーと言ってもじゃあ別れたらええやんけと思う。不思議なもんで。断乳1日目泣く泣く。かわいそうだが中途半端にあったらもっとかわいそうなのでこのまま続けるよ。今夜は寝れるかな。帽子欲しい。最近女の子に会うと付き合いたいとかじゃなくてもう今すぐ読みに来てほしいと思う。ラモンズも打てなくなるから12月付き合い。ラーモンズってなんだよ。ラーモンズは生きてるのに飽きてるっぽい。ビビシャアメリクリス、ビビシャアメリクリスマスアンダハッピーハッピーハッピーニューイヤーって最後何ターンか貯めるのやめろ。社会人失格の社会ゴミ。発音は同じでちょうどよくないですか。この後九条で追悼のざわめきを見て飛び玉でとことん落ちていくという物語が僕ら世代の王道やね。もう一度見てもやっぱこれでやられる。最近少女漫画をよく読んでたので柄本俊二の破壊力やばい。自分の中でバランスが取れない。この前長年の友達にお前はいいよな羨ましいって言われたの嬉しかった。誰とも喋らない一日とか当たり前。孤独との格闘。今を維持するのに毎日もがいて苦しんで泣いて傷ついて悩んできたの。そういうのあなたには見えなかったのなら私の勝ちだ。へへんって感じ。ミクシーで就活管理の日記を読むたびに意識違いすぎて釣り宣言はって思うよ。ああそうだそうだ。もうだいぶしばらく泣いてないんだぜ。酔わなきゃ何かできない。何かしらがないとできない人間本当にクズだよ。けどそういう人間が主体となって革命起きてるってバクーニンが言ってたんだもん。ブライハが言ってたんだもん。そして俺もそう言ってんだもん。アナザー松山に帰りました。カフェで隣の席に座った男に謎にハーブ1回分もらった。お日様もにっくり肉オープンしてます肉。いやおはよう。おっしゃチンコ蹴ったろ。夢の中で私はスタイル抜群の超絶美人だった。私の細く長い手足つややかな黒髪に白い肌に整った顔は通り過ぎるもの全ての視点を釘付けにした。
私が、ああ違う、目が覚めて鏡を見ると醜いデブが映っていたので発狂しそうになった。私はイカなんだ。すげえ。やけくそ昆布、マンダリンとマンドリンの違い、みんなにはわかるかな。電気のある暮らしって幸せ、ワンダフル。面接で、ああ菓子売りありがとう、 My friends always help me out。 面接でもやもやして面接週3回むちゃくちゃにできますよって。おととい一昨日とても天気のいい朝、狭いベンチにおじいちゃんが3人ぎゅうぎゅうに座って一斉に缶ビールを開け笑いながら、死ぬのってどんなんかなって言ってたよ。ああ毎日楽しい。クソイモ先生は真剣にヘビメさんの話を聞きながら室子くんの顎を撫でてます。こんな写真で笑ったのは久しぶり。小学生の時はイケてるグループに属していました。最低だ。新しい動物を見た。愛人との共作、中クイッパーの今のブログタイトルをつぶやきにしたらこんな感じだよ、バカ。ラーメン屋で豚骨ラーメンのバリカタを頼んだら、店員さんが中国人だったみたいでバリカタを知らなかった。すごく硬い麺とか、硬めの硬めとか、硬め最強とか、なんとかして伝えたんだけど、伝えようとしたんだけど、最終的にヤーメンが出てきた。あいつ絶対わざとだと思うんだよね。サムハンキンポみたいな面してたし。あと、こんまりちゃんの本チラ見した時、ときめくものを基準に取っておいて、ときめかないもの捨てるとあったけど、そしたらこの部屋の主いなくなるね、片付ける人いなくなるね。人のまっすぐな気持ちのトラップカード発動で、高速バス一生乗れないのカードを墓地に捨てて、私は広島に召喚されました。旅行好きは引きこもりで、ディティール好きはシルエットが気になり、優しい人は冷たく、人見知りは人が好きであり、ド M アド S なのだろうと自分の作る服を見てしみじみ思う。阪急そばの肉うどんを食す、うまい、ええー、だしでんな。長ネギから垂れたネバネバ汁、畳に染み込んでそうろ。公民館で、そのこのまま急いで走ってもイギリスには行けないよって歌詞の歌を歌った。その後ファンのおばさま方にファンサービスで熱いほうじ茶を配った。変な夢。場面が変わって脳内にデスメタルの PV みたいなのが流れ出した。暗緑色を背景にして4人組の男が台形を作るように立っている。前の2人は演奏に集中していて、右後ろのギタリストもそれに続こうとする。もう左後ろがホースで放水してくるので血の涙を流すしかなかった。その後前の2人に怒られ血を吐いた。と見上げると朝までドットに描写されていて、水色と朱色が自然に入り混じった佇まいに見とれていた。やがて何か白いものが落ちてくるので目を凝らすと綿毛だった。僕は喜びのあまりケツを軸にして手でぐるぐる回っていると、綿毛が口に開いてむせ、そば内で座っていたお姉さんに呆れ笑いをされた。誰かによって描かれた桃色の玉ジャクシは柔道着を着た豚が区間をまたいで自由に動き回っていた。桃色の玉ジャクシは500日生きるがカエルになることはないとの説明を椅子に座ったお兄さんがしてくれたので、この人が描いたのだと確認した。あと豚はメスなのだとも。あと現実の世界がドット絵にされていた。一つの区画ごとにその場をドット上にした人がパイプ椅子に座っていて、人によって書き込みや色彩感覚が違うから区画自体が世界というドット絵を形作る一つのドットのようなものに思えた。全部リツイートしてやろう。始まる。